と根性。仲間があの東京モーターショーに来たんで、同じじゃない。あの、ね、その話題で持ちきりです。うん、これ多分ね、国産車のツアラでは一番いいんじゃないかな。ね、グストロでもほら、ね、線が出たじゃない。うん、みんな線の方見てるじゃない。いいけどさ、カーボバイクってさ、結局変えるんだ。あの要は変えるんだけど性能が使い切れないからさ、うん、全然使い切れないと思う。あのしかもさ直線すげえ速いかもしれないけど、そのままの速度で絶対曲がれない、うん、実売価格どれなんですかね。多分スズキだから、うん、フルオプションで値引きしてくれるんですか。するフルオプションで100、これ V ストロームの線20ぐらい、10万は引くでしょ。 GSR250 のこのこれはいいですよ。カウリング付き、うん、これいいよね。ママチャリみたいでしたね、うん、乗ったらこんなだってハーみたいな感じだまたがってママチャリじゃん。あのカマハンじゃん。今日寒いけどそうそうそう、このモーターショーの話題で持ちきりです。あ、そうですか、うん、GSX-R でじゃなくてあのストラストなんとかかんとかってね、ストラスト6気筒の並列6気筒作りました。6気筒で、え、それ何ストラスフィアだ。売ってない あ, 比較で あれ7班だったんだ、うん、7班でしょ。あれ1000じゃなかったの。うん、いやあれ売ってほしかったよな、うん、なんか刀のデザインだね。で これエンジンがこれ2気筒か、2気筒の600ってこう今までないからこう新開発だよね。だからこのエンジンを作ったんでしょ。そう、ただこの車体はねちょっとまだ出る段階にないのかな。これはどうでした。これめちゃめちゃ良かったですよね。ヤマハの MT-07 はどうでした。そんなによく見なかったんだけど、でもこれはもう売ってるんでしょ。これいやこれからでしょ。こっちは売ってる、こっちは売ってヨーロッパで売ってるけど、これからフレームが違ったんですよね。うん、これ割と良かったよ ね。すごい、もう仕上げがもう抜群だよね。いやこれね、あのホンダのほら7班あるじゃないですか、うん、あの NC ね、なんとか700とかいう、うん、あれの対抗版のつもりなの。仕上げがさ、それだとするとこっちの方が全然仕上げがね、ものすごくいいんだね。こっちの方がいいバイクって感じですよね、うん、これかっこよかったよね。確かに、ね、これかっこよかった、うん、これねエンジン新しいってこと。新しい2気筒でもこれ TRX のエンジンじゃないんだ。違うんじゃないですか、うん、これがそうか、うん、フルパニアしたらいいですね。ほらあれに乗ってたエンジン、いいでしょ、 V ストローム、いいね。これフルパニアにしたら本当そうね、値引きがもしかしたら見えるとこだけやってんのかもしれないけど、うん、なんかね本当最近作りがいいよね、ヤマハはね。本当 VMAX なんかすんごいさ、もう超高級車に見えるからね。あったかいね。なんかこういうとこのこの細工がね、ほらよく昔ビモータのこのドル周りとかちゃんと肉抜きしてあるみたいな、そんな雰囲気がする。実はどうかしないけど実はそうじゃないんでしょうけどね。だからあの鋳造部品でもね高級感が出るようなそうそうそう、作りになってるからね。ホンダがねもう割り切っちゃってるからね最近ね、うん、じゃあホンダってそういう意味では VT が出た時から変わってないよね。だからチャッチよく